もしあなたが子供のユーチューバーならそれに伴う危険性に注意する必要がありますあなたのコメントなどには年配の人が来るかもしれませんあなたの観客に注意し安全になるようにしてくださいこのアプリであなたをガスライトしようとする人もいますしかしこれは2024年です人々は立ち上がり何が問題なのかをすぐに理解します 親または誰かにあなたのビデオを見てもらう。安全上の理由からコメント欄をご覧ください。